よ。気ままにダラダラ、ショーチャンネル。この動画は、人気ゲームモンスターストライクを、深夜に集まるフレンドさんたちとダラダラ遊ぶ動画である。ゲームの攻略や知識をお求めの方はご注意を。はい、というわけで深夜モンスト部、今回は銅鐸に挑みます。はい、さあ、今回のメンバーは、イルスケさん、ミハイルさん、アイクさんと、はい、この3名さん、はい、さて、おもっきし木のパーティーになってるけどおかしいですねおかしいですねおかしいな、相手闇のはずだろうな。相手闇なんですけど特にミハイルさんのキャラかな確かに間違いか、ちょっと怖い、わかんないですよ、大活躍するかもしれない、するかなそう信じてまさかのワクワクの実も食べてるんでね。あ、それはもうちゃんと使える実だよね。しょぼいのしか食べてないなんだと、え、なんか変な音したけど今、おお、ポーンっつったけど、火から受けるダメージが 1.5% 減るそうです、ミハイルさんのワクワクの実は。へえ、ミハイルさんだけにか。ああ、俺らは入んねえな。ですね、ミハイルさんの弾がなんかまとってる中を、ほう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 、うわ、スピードゆか、スピードゆか今、なるてはしょっぱなからダメージオールくんのね。そうです、もう最初からいますよ。ええー、まこれは確かにちょっと怖えわってくる、はい、ほい、ね、暴れていいね、よっしゃー、おー、ナイス。これでストライクショットがたまるのかどうか、結構長いもんなあ、カメラ、お、よし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 、山竹チャレンジ、絶対無理だもん、ね、ここ絶対無理だもん、はい、一匹にある意味山竹60万、おお、来た、おお、ナイスね。ここで貯めた方がいいのかな、 SS、 意外と亀も痛いんですよね、クラウド。1匹残すか、残してみますか。どうなんだろう、ミハイルさんと俺は早いんだけどね。ああ、ですね、自分もそんな長くはないんですよね、うん、1匹ずつ倒していく、ほいほい、 OK、 えい、おう、お、これはいいもんがある、ありますねいただきます。あれ一番早い人が取ったの何がですか一番早い人が取ったの、いやいや、2回放てるでしょ、2回放てるから、おかしいなこれイルスケさん何取るんだよみたいな画面越しでピキピキだって、怒りの横カンセルはうわー、痛い、うん、相性もありますかね、今光なんで、うん、まだまだ温存する、まだまだね、まだまだなの、足んないの、いや、もう大丈夫じゃないですか、大丈夫かな、もう一回行きますか、もう俺にだって4ターンだもんこれそれはちょっとおかしい超早いもん、え、これでまだ普通に、あ、まだか、はい、まだの時点で俺放てるぞ多分。そうなんです。なんでだろう。なんでだろう。これどうしようかな。とりあえず。みたいは攻撃力高いんですよね。とか。ああ、じゃあ下やっときたいね。そうなんです。切れば倒しときたい。おお。入ったかな。よっしゃ。です。オッケー。
これは倒せるかな。お、おお、挟まったか。一緒挟まりましたねしょうがない。あー、 X レーザーこれか。はい、はいはいはい。さあ、クシナダに、その中にスピードダウンがあると。え、マジで。はい、貫通殺しじゃん貫通で倒産ぞっていう。マジか、結構考えられてるな。うわ、入った。やった、ナイスすごいすごい、これで一気に楽になったな。もうですね、ここではもうこれもチョコンでいいや。チョコンで終わり。まあ一応乗って暴れろそこね本当ど真ん中にあんだ。さあ、こっからボスと。うん、え、今何ターン ?18 ターンか。18ターンなんですよ。ああ、SS は大丈夫そうだね。そうですね、たまりますね。うん、うん。で、ここもスピードダウンがあると。ああ、ほんとだ。おお、ナイスダメージ。おお。どうなんだろう、俺、ここで使ってもいい気がする。ここで使うか。次は、ね、緑の時使うか。床と串灘の場所によるな。うん、ですね。うん。えらい動きしたけど今。曲がりましたけど。すんごい曲がった。え？ボスも移動？ボスと中ボスも移動するんですよ。ここ。わ、女これもしかしてみんなで引かれたら。やばいことになるんだな。ダメージ2回ですね、そう考えると。うわぁ、ちょっと怖い。怖いです。で、この X レーザーも痛い。ああ、なるほどね。どうしよう、放った方がいいかは、まあ、任せますよ。あ、でもどうですかね、もう結構食らわせてるんで、うん、これでニーヤンとこいけるかな。うんですね。ゴー。おお、行ったには行った。オッケーオッケーオッケー。これでザコ倒して、あ、倒したみたい。あ、いいですね、中ボスが倒れた。うん、で、なのでダメージもそんな食らわなかった。オッケー。イルスケさん、これ動けるの動ける、動ける。まあまあ、でもハートは取れるから。もう一回。おお、ナイス、ダウン。ピタピタ。うわー、これが痛い。爆発ですね。これはハート取りつつ倒せたらベスト。ナイス。うまい。止まる。仕方ないな、これは。さあ、これで緑ゲージ。緑ゲージ。はいはいはい。うわあ、なんか顔真っ赤なんですけど。舌出してるし。おー、ナイスー。で、移動床。うん、それで、あー、上に行くわけか。はい、上に行くぐらいだったら、ここで当たって下入りたいな。そうですね、で、引いて緩くなったぐらいに乗れたらまた楽。ほ、うん、い、頑張れ。あー、あー、惜しい。まだここのダメージは大丈夫だな。そうですね、 X レーザーと爆発が痛かったですね爆発はあれかな、下の方向だけか。濃かったですよね。さあ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 、まあ、やっぱ自分が当たると7000くらい。いや、やっぱちょっと痛いね。うん、相性で攻撃でいいかな。いいですよ。よ、暴れろ、加速。おお、いいね、いいダメージ。そうすかな、あ、来ました。オッケー。どうしよう、先取っちゃいます、それともまだ攻撃しときます。取ってもいいんじゃない。はい、俺は移動床があるからいけないだろう。
ひどいか反対に言ってくれ。しょうがない。あ、これですね。あの1と1っていうのが怖いんだけどな。使う？どうでしょうか。どうなんだろう、ね。カンカンします。あの奥に入って。これ床に乗ってカンカン行く。いいですよ。入れれば。入れないか。あと上登ってくれない。立て壊した。うん、これで次で倒せそう。うん、さあ次倒してください。さあこれで行ってくれ。とりあえず引っ張って。うん。お、いった。床も。オーケー。お、ナイス。はい、です。よしよしよし。あ、これいい順番で始まるんじゃねえの？ですね。みんなストライクショット打てる。うん。はい、ああ。うわあ。邪魔だなこれ。でも打たないと思う。うん、抜けれる？抜けたとしてもなんかあそこの移動床に邪魔されそう。そうだね、お願い。おー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 何したアイクさん。BGM でしょうがない。いけ、一本打つんだ。エロポあ、うわー、オッケー。うおー、でけえダメージ。さすがだな、俺。ほい、よしよしよし。いい、お、ほんとはスピクリもできたし。十分じゃん。いけましたね。いけたな。オッケー。さあドロップ。ドロップ。来い。キャン。カシャン。うん？よしよしよし。とりあえず一体。まあまあまあ一体出れば。そうですね。やっとねー。最近連敗続きだったからな。出ましたね、やっと。やっともうなんか圧倒的に勝てたっていう感じが。よーし。たくさんの。なんかペンチみたいなの持ってんぞ。持ってますね、これ。どっか持ってんぞ。なんか、閻魔大王様みたいな感じが。なんかそういう感じですよね。うん。どちらかで言ったら。なんかよく道卓さんは悪者っていうイメージが強いですね。確かにやっぱ人相悪いな。最初からはロボットキラーで、はい、ついてますね。ストライクショット、都は燃えているか。すげえな。闇の炎を前方の広範囲に放出。はい、なんかブレスみたいなのが吐くんですよ。へえ、今までなかったよね、そんなストライクショット。天狗とかのストライクショットが。ああ、はははははは、なるほどな。はい、あ、その系統なんだ。うん、多分そうですね、これ。ああ、これ強いのかな。まあキラー持ちだから。うん、変える時もあると思います、うん、降臨選んだら連れていけるぐらいか。そうですね。あ、なるほどね。でもこれは結構最近の降臨としてはまだ楽な方だったね。ですね、自分たちが一発で、うん、いけたんで。びっくりもできたし。たぶん串灘さんもでかかったな。でかかったね。うん、アイクさんのあのショットもすごかったな、うん、まさかあそこに行くとは思わなかった、うん、いやー、よかった今回。はい、よし、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。気ままにダラダラ、ショーチャンネル。